よろしくお願いします。衝撃クエスト2分切れ目をやっていきます。相手は嬉野流の匂いがプンプンしますね。嬉野流ですね。まあ割と得意な方なんでお見せしましょう。私の本気ってやつを。まあ早速銀上がってきましたが、まあここは金でカバーします。まあ、ただ囲いは簡単に行きましょうかね。端は受けなくていいかなと。まあ、早囲いで。ちょっと引いて、角覗いて、5五歩、うん。で、同歩、銀突っ込んでくる、かわす。まあ、これは引きましょうか。うん、お。ごめんなさい。これちょっとごめんなさいなんで。ここで切る。男の中の男。半端ないっすわ。このと金が攻める感じ半端ないっすね。まあ、取って同角だよな。取って同角。歩。逃げる。おお、そっちか。男の中の男はここにもいましたね。うわ、怖えな、これ。まあ、一旦、トキンちゃん。オフで追っ払って大丈夫。同銀は同金か。これはすね、捨てます。トキンを捨てて。うわ、叩き連発か。叩き。もう一発叩きは飛車ぶつけます。おお。男。角。マジか。半端ないっすね。半端ないっすわ。ありがたくいきます。勝てる。まあ、これはだいぶ厳しいですよ。受けないと、4一竜はかなり厳しすぎる。どうしたらいいんだ。こっから弱いんだよなぁ。わかんないか、ペタ。トキンちゃんやっていこう。あ、そんな次だ。4、あ、バレ、うわ。なんていうかわかんねえ。まあ、寄るか。これ、厳しくないか。これ、銀取って、詰みじゃないですか。これ、詰みじゃないですか。これで、竜で。あ、勝ちました。ありがとうございました。